入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは先生、私はホマインコビと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まず簡単に自己紹介をしてお願いもいいです。はじめまして、私はホマインコビと申します。今21歳です。誕生日は2003年の5月の5日です。バングラデシュの出身です。今ダッカのモハムドプンに住んでいます。カウジバジャンにから来ました。サンジャパニスチャディングセンターに入って合計を合格しました。私の趣味は着ることをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたはどこから来ましたか。コクスバザルにから来ました。コクスバザルから来ましたね。はい、わかりました。コクスバザルはどんな町ですか。コクスバザルは、素晴らしい素晴らしい町です。素晴らしい町ですね。はい、コクスバザルで何と何がありますか。コクスバザルで海と山があります。わかりました。あなたの生年月日を教えてください。生年月日は2003年の5月の5日です。5日ですね。今何歳ですか。今21歳です。あなたは結婚されてるんですか。いえ、独身です。独身ですね。わかりました。あなたは、どうして日本へ行くの興味がありますか。勉強しに行きたいです。日本に行ったら何を勉強したいですか。初めて日本語を勉強したいです。それから大学校に入りたいです。大学校で専攻は何ですか。マネジメントを勉強したいです。マネジメントを勉強したいですね。はい、わかりました。マネジメント終わったら将来の予定は何ですか。マネジメント終わったら国へ帰ります。国へ帰って有名な会社に働きたいです。働きたいですね。わかりました。あなたの家族は何名ですか。7人です。7人ですね。誰と誰がいますか。両親と4妹と私がいます。妹は何人ですか。4人です。4人ですね。はい、わかりました。あなたの、お父さんは何歳ですか。お父さんは45歳です。45歳ですね。はい、わかりました。あなたの趣味は何でしょうか。クリケットをすることです。クリケットすることですね。はい、バングラデシュのクリケットの試合が有名ですか。はい。はい、有名です、ね。はい、有名です。バングラデシュのクリケット、選手の中で一番、好きな選手は誰ですか。ムスタフィジュラハマンです。そうですね。あなたは日本に行ったらどこに住みたいですか。日本語学校に住み、リオに住みたいです。その学校はどこにありますか。神戸にあります。その学校の名前を教えてください。学校の名前はインターナショナルパシフィックユニバーシティです。その学校はどこにありますか。神戸にあります。神戸にあります。はい、あなたはどうして神戸を選びましたか。神戸は素晴らしい町です。神戸の前に海があって後ろに山があります。神戸の景色は、とてもいいですから神戸行きたいです。行きたいですね。わかりました。日本に友達がいますか。いや、いません。日本に知り合いがいますか。いや、いません。日本に家族がいますか。いや、いません。いませんね。わかりました。日本のどういうところは何ですか。アニメと文化です。日本の生活はどうですか。楽しいです。楽しいですね。はい、わかりました。日本に行ったら、日本語学校を勉強するとき、あなたは何をしたいですか。働きアルバイトしたいです。アルバイトします、ね。日本で勉強しながら何をしたいですか。アルバイトします。アルバイトします、ね。アルバイトルール知っていますか。はい。はい、それぞれ。日本に行ったらアルバイトしたいですか。はい、アルバイトします。アルバイトルール知っていますか。はい。日本についてどう思いますか。日本は平和と安全な国です。日本人は親切そうな人です。日本の総統の名前は東京です。東京は素晴らしい町です。富士山山は一番高い山です。桜花は綺麗な花です。日本語を始めたのはいつですか。去年の3月から始まります。どのくらい日本語を勉強されているんですか。半年くらい日本語始まります。わかりました。日本語の勉強はどうですか。日本語ちょっと難しいですが面白いです。面白いですね。わかりました。日本語の試験受けましたか。はい、ナットテスト試験を受けます。受けましたね。わかりました。ナットテストで何点もらいましたか。138点ぐらいもらいました。今日は何月何日ですか。今日は4月の14日です。14日ですね。はい、わかりました。暇な時、あなたは何をしたいですか。暇な時、本を読んだり、映画を見たり、サッカーをしたり、友達と会ったりをします。
日本の映画見たことがありますか？いえ、ありません。いや、ありませんね。あなたの職業は何ですか？イスラム教です。日本のビザ申請したことがありますか？いえ、ありません。いや、ありませんね。わかりました。いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえば好きなでも日本に行きたいです。行きたいですね。あなたの好きな色は何ですか？黒いです。黒いです。好きな食べ物は何ですか？牛肉のビラニです。牛肉のビラニですね。好きな野菜は何ですか？野菜はトマトです。トマトですね。好きな魚は何ですか？エビです。好きな果物は何ですか？リンゴとみかんです。あなたの国で、リンゴは安いですか？高いですか？高いです。ちょっと高いです。ちょっと高いですね。はい、面接が以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。